サインにも首を振ることなく、後藤の当たり、今度は右中間です。ライトが回り込んで牧田、最後は気持ちよくスライディングしてボールをグラブの中に収めました。これもナイスプレーですよ、はい、右中間、これ打球が飛んだ方向とすればもちろん真ん真ん中というところだったんですが、はい、本来ならこう抜ける当たりなんですけども、はい、やっぱり一歩が早いっていうんですかね、これ別の角度からだいたい、だいたい後藤選手が打ったらこの辺に飛んでくるんじゃないかなっていう想定をしながらね、守ってるわけなんですけども、それに対してやっぱりね、はい、本当に当たった瞬間ね、はい、ボールがバッターに当たった瞬間にも一歩スタートがねできてるっていう感じですから取れるわけなんですね。